マウンド上は阪神3人目のピッチャールーキーの竹内義也がこの回からマウンドに登りました。今シーズンはこれが2試合目の登板です。そして今シーズンすでに6本ホームランを打っている荒井、負け越し、5月は15勝9敗、6月に入って昨日まで5勝4敗。まあ、大下さん、今横浜戦に勝ち越してる分でね、首位頭出てるという感じのヤクルトだけに、この阪神、松が頭からね、ちょっと頭から離れない感じが最近しますが、また内角来ました。スイングアウト、三振。いけるなという感じで見てるんですよね、さっきから。手元 の、 あのピッチャーの試合も ね、 あるそうですから、三振取るタイプじゃないですよね。広沢流し打ち。こう非常にこう効率のいい攻撃ですか。相手のピッチャーがね、まあ、阪神こう怯えですよね。それでこうやっぱり負けてきましたよね。今日はそれが役立てばいいわけですから、そうな圧巻に感じますよね、ね、座ってくれば、うん、そうです ね、 ですね、今そうですね、まさにハウエルを詰まるところ、あのオマリーパチョレックにいいとこで打たれてるっていうのが響いてるんですかね、このタイガース相手に3回4回に合計6点投げては、伊藤智人快調なピッチング、池間の当たりはサードゴロです。高めのボールで三振と低めのフォークボールでしょう。これは手のつけようというか難しいでしょうね、両方待ったんじゃ。そうです、143キロ投げて、ね、ボール、うん、伊藤の方がなんか速、同じ数字だけども、なんか速いという感じしますからね。伊藤はその重さってね、やはり感じますか。バッターボックス橋上です。でも野球のバッターにも打ったバットの感触と違いますよね、うんうん、だからヤクルトのバッターがなんか重そうですね。重そうですね。